魚村石小図巻谷は13世紀後半、中国南宋末元初の僧法意味名はのりつねで、巻谷はゴーだが、こちらで呼ばれるのが通例。属性割。水墨画家として名高く、日本の水墨画に大きな影響を与え、最も高く評価されてきた画家の一人である。煙寺ラ版小図、高市警府の出身。その後、昭光府に移り、 全州の高層矛盾師範の門下に入ったとされる。南宋の首都リ岸にあり、風光明媚な西湖のあぜに望む六通寺に住み活動していた。中国ではあまり評価されなかったと言われるが、かに道のような大物政治家と関係があったことから、当時は画家として十分評価され、江南山水画の主流に位置づけられていたと考えられる。しかし、 中国では死後次第に暴脚され、すでに現代には、粗方にして、古法なしとする悪評がある。後代の文人画の流行により、マキラ谷が連なる、引退画系の絵師や仏教美術は、相対的に低く評価されてしまい、マキラ谷もその煽りを受けてしまったというが、正しいだろう。弟子に、ツタマドという画僧がおり、彼の唯一の遺品、竹取図、 重要文化財は、牧谷の影響を示している。牧谷作品は14世紀初めの、鎌倉時代末には日本に伝わった。南宗松元初と、元清明初の王朝交代による混乱による、作品流出や、日中の全州寺院の交流が頻繁で牧谷の、同門には無学祖元や、骨案船など来日した中国像や縁にのた、 多くの日本人留学像がいたことが背景にある。14世紀中頃には、岩作が多く作られるほど人気を呼び、当時の文献で、ただ、和尚といえば牧谷のことを指すほど親しまれた。記録も数多く残り、牧谷作品の来歴もかなり正確に知ることができる。独特な技法により描かれる、見るものに出順な大気を実感させる、水墨画は評価が高く、 室町時代の水墨画に大きな影響を与え、多くの追随者を生んだ。早い時期では花王が有名である。15世紀の農網になると、花鳥図屏風のように、マキダニの絵のモチーフを屏風中に散りばめた作品まで登場してくる。マキダニのモチーフの中でも猿は非常に人気があり、雪村や四季部輝き中といった関東水墨画の、 絵師たちも多くの作品を残している。最も熱心に、マキダニを学んだ絵師は、長谷川東博である。東博が説でも多くの項目をマキダニに当て、明らかに、マキダニの影響を受けた作品が数多く残る。傑作、松林や静風部もその成果が結実した作品と、みなせよう。現在、マキダニの遊品はほぼすべて日本にあり、国宝。 重要文化財に指定された作品も多い。中国、台湾、欧米にも伝承作を含めマキダ谷の絵はほとんど存在しない。観音猿鶴図上記の打ち印を付した七図は、もともと少々八景図鑑の段階である。図鑑は全二巻でそれぞれの図に詞をつけていた。足利義満によって八幅のかかり物に改装され、徳川家康や松平不満など、 時の権力者や文化人の所蔵を経て伝来した。徳川義宗は1728年7月、当時大名家に分蔵されていた八景図を一堂に集め昇眼を試みている。八景の残り一つは、所在不明で、模本のみ残る。うとく伝五十期付録巻き十六、徳川美希。ありがとうございます。